300年の歴史を誇った徳川幕府の支配下における封建鎖国の社会も、18世紀に入ってからはようやく根底から動揺し始めていた。嘉永6年の黒船来航は、幕府の土台骨を腐食させることに一層拍車をかけたものであった。すなわち、従来国学のような体系で息吹いていた尊王思想は、時の幕閣主犯井伊直弼の遺嘱問題を契機として攘夷の雄たけびと合流して一大政治運動に転化したからであった。続いて安政の大獄は、結局良源の火に油を注ぐだけのことで、徴収をいただき暴悪な幕府の罪を正して、一君万民の王政維新を遂げる。当時この明るい理想が青年たちの胸を焼き尽くしたものであった。明治維新の大業は、あまたの志士たちの生命を捨て石として、その上に打ち立てられたものである。高橋太一郎も革新運動に先駆して維新の行案に倒れたヒロイックな志士の一人であった。大日本史の伝統を持ち、水戸学の季節と連部の豪遊を誇る。そして尊王攘夷運動の最初の発祥地であったところの水府城下、高橋太一郎はここに個々の声を上げた。時に文化11年11月、彼は名を義行、あざ名を慶号、豪王幽門または小斎道、別に幽竹参道とも言った。太一郎は幼少から警備の誉れ高く、再起官髪とともに傲慢な気迫を内に蔵していた。藩の陽動たちが遊ぶときはいつも二派に分かれた。しかも太一郎と矢田部運八のどちらかが必ず一方の大将だった。後年矢田部は寧漢結城虎樹派の領袖となって、高橋などの正論派と拮抗し、反省にしのぎを削って争ったが、陽動時代のガキ大将は政治的にも好敵手であったのは皮肉な結果であった。太一郎が13歳の時のことである。年長者たちの集まっている徘徊の会に出かけていった。彼は佐の句を作って、その聡明さは一座の者に下を任せた。白菊は身寄りのほかの眺めかな。このガキ大将も一面なかなか風流のたしなみが深かったものである。彼の家は元来五人淵十五石の昇進で、家計はいつも窮迫していて、望み通りの武器すら購入することができかねた。それで太一郎少年は何か出費を省く方法はないかと考えた結果、食料米の付き手をやめさせて自らついた。そしてその賃金を父母に買うて貯蓄しておき、数年後になって若干の武器を購入した。少年時代から彼の精悍ぶりは得意なものであった。米をつく傍ら、槍術を横山道内に、抜刀術を里見慎五郎に、柔術を羽賀正兵衛に、剣術を富田助太郎について習ったが、中でも抜刀術が彼の得意であった。当時藩主斉昭は藩の子弟の中から貧困が正しく、文武に長じた者100人を選んで
自衛に当てて将棋隊と名付けていたが、天保10年、太一郎も選ばれてその将棋隊の戦士に連なることができた。なお彼は水藩の名家老藤田東湖に最も可愛がられた。勇猛、才気俊敏、気力強姦、常に人事をもって天を制せん。おそらくは上々に資するを得ざらんとは当時東湖が彼を評した言葉である。成明は英明の誉れ高い不正出の名君であった。ところがその英明さがたたって世情には流言飛語が乱れとんだ。ことに源氏物語そのままな華奢風流に日を送っている大奥を四季豪健と質素倹約を旨とする水藩の家風で取り締まったりしたことから、意外に幕府の政治を動かすところとなり、幕府は庇護を信じて成明を罷免し、駒込の別邸に遊居させた。そこで幼年の志士義敦が法を継ぎ、師範の松平讃岐の神など小石川の藩邸で本藩の政治を見ることになった。烈公のもとに領殿ありと言われた藤田東湖、戸田中大夫も官職を奪われて幽閉された。結城虎樹が憲兵を握り、勢力を欲しいままにして烈公、淳公の間を組閣し、藩政を大いに乱したのはこの時である。当時太一郎は奥右筆に進んでいたが、馬回り役に干せられた。そこで彼は盟友金子孫次郎と共に江戸に先行し、各方面に成明の縁の無根であることを説得して歩いた。そして大奥の見逃しがたい力についても心を配り、幕位の坂玄雄や伊藤宗益、湯川安藤らの紹介で幕府の上郎姉小路の文章師範たる慶常院などを動かして、上郎及び奥女中に斜面を図らせるよう説いたものであった。主演の戦説挽回が何より水藩の志士たちを憂憤させた事情だったのである。そうこうしている間に結城派はますます声援を張り、正論派の相沢常蔵、原田兵助らを城下の歯医者に監禁した。このことは正義派を痛く刺激した。正論派の萩義次郎、千の根伊之助、野村常之助、鮎沢伊太夫ら数十名は高橋太一郎、金子孫次郎を名手にますますその決命を固めたのであった。しかしこうした状態はいよいよもって結城派との間に醸された反発的な空気を助成するところとなって、太一郎も俸禄は取り上げられ蟄居を命ぜられた。だが嘉永2年3月、烈公の幽閉は初めて解けた。内外に陣酔した太一郎らの苦心がここに初めて実を結んだのである。成明が幽閉を解かれて幕府の外政に参与すると同時に、水戸の藩政もまた回復した。太一郎も復活して矢野倉奉行に任じ、安政元年には奥右筆頭取に栄進して藩政の首脳者となった。時あたかも米艦が渡来し、観音崎を越えて福
深く湾内に侵入すると神奈川の全面に投病した。そしてペルリは尊大な威嚇的態度で和親条約に調印を求めた。そしてそれを火のつくように督促した。しかも南シナに東洋攻略を欲しいままにして成功を収め得た米仏の連合艦隊が用意を買って大挙日本へ来航しつつあるというような秘宝がある。九州からも宴会の警備からも早打ちはひんひんと江戸表へ急を告げてくる。上位か開港か、国論は沸騰した。大勢は強硬な攘夷論だった。従って幕閣に連なる老中たちの立場が一番苦しかった。するとそのような情勢の中で井伊直弼は勅許も請わず船団を持って条約に調印してしまった。不敬だ、越権だ、朝廷にご尊問いたすのに逆も同然な宿継ぎ法書だとは何事だ。世論はごうごうと湧き返った。攘夷説を徹底的に誇示していた斉昭は、大老の任務は在職の期間だけにとどまるが、三家の任務は徳川家のある限りのもの。この暴政にはあくまで論争しなければならぬ。と反駁書を書いて閣僚たちに送った。折も折、将軍の継嗣問題で一橋慶喜を擁立せんとする攘夷派の水戸、尾張、越前の諸侯と紀伊義臣を擁立せんとする井伊直弼とは幕廷で先鋭な対立を示さねばならなかった。しかも独断的行動型の政治家井伊は、自己の政策に障害のあるものはすべて、それが何であろうと権勢を行使して鉄の弾丸を下すことを躊躇しない。果たして彼は審判の尾張、水戸、越前、水戸義篤、一橋義信らに謹慎を命じ途上を止め、その他一橋派と目される伊達宗成、山内豊重、または若年寄などの謹慎に呵責なく左遷や蟄居を命じた。この攘夷派に対する挑戦は京都の志士たちに大なる衝撃を与えた。志士たちの奮撃が大老の強圧政治に向かいようとしたのは、水戸藩に密勅を下して攘夷の生死を断行させることだった。水戸の臣宇外不死が勅上を包帯して密かに小石川の藩邸に入った。とこの時井伊の処置として下したものはまたもや鉄の弾丸だった。安政5年、京を中心に堀の手は全国に伸ばされた。獅子の遠丸かごは続々と江戸に送られてきた。いわゆる安政の大獄である。こうして攘夷派の道場公家の断罪も続き、最後には水藩へ送られた勅書の返納をさえ高圧的に迫ってきた。勅書返納を迫られて水藩の士気はまさに沸騰点に達した。勅書を守れと小金井駅に頓集した宗師たちの数はますます増える一方だった。反論は斉昭の異部で返納説に傾きかけていた。しかも藩士の間に人望の厚い高橋太一郎、
金子孫次郎は城下の閑静な邸宅に蟄居している。したがって正論派と目されていた人たちでさえ多く軟化していた。一方、過激派の志士たちは小金井駅から長岡に移った。この鎮圧と同時に堀の一帯は高橋、金子の邸宅を襲った。だがすでにそこはもぬけの殻だった。こうした危機を脱した高橋太一郎は万延元年2月18日水戸を離れ、磯部三郎兵衛と偽名して長男の正左衛門、黒沢虎蔵、小室寿作らを伴って大阪で薩摩の志士と合し、ここで義兵を挙げる予定で中山道を再開した。したがって3月3日、井伊直助が同志の刃によって桜田門外に倒れたことを彼はその途中で知ったのであった。旅の空に朝から綿雪が降って、満目白金の色に覆われていた。太一郎はにっこと笑いながら息子の正左衛門を振り返っていった。いやあ、この雪じゃ天中は成功じゃのう。だが大阪に着いた時には期待した薩摩志士の姿はなく、再化した水戸浪士を警戒した捜査陣がくまなく張られていた。それでも潜在して待機の姿勢をとっていると、3月23日の朝、堀の一帯が彼の家具を取り囲んだ。逃れ得ぬと観念した不死は、そこで悠々と四天王寺の境内に入り、切腹して果てた。時に太一郎は49歳、正左衛門は19歳の弱冠であった。正左衛門は父に似て幼児から精悍で、16歳の時には将棋対戦士に列し、斉昭の罪を受けた後は父太一郎の義挙に加盟し、無惨や若きの花と散ったのである。不死ともに維新の暁を見ずに革新に先駆して倒れたのは惜しむべきことの一つである。明治22年、太一郎は賞紫衣を贈られた。